東大元暮らし。東大元暮らしということわざがあります。東大のすぐ下はかえって暗いことから、身近な事情は分かりにくいという例えです。先日大いなる危機に陥りました。パソコンの動きが鈍くなり、ハードディスクが破損していますという不吉な文字が画面に浮かび上がってきたのです。オンライン講師にとってパソコンは生命線。とりあえずバックアップを取って半日ほどかかりました。メーカーに問い合わせたところ、電話がなかなかつながりません。修理には5日ほどかかり、データは消え、費用は丸円とのこと。新しいパソコンが1台買えるほどの金額です。インターネットで修理してくれる店を探しましたが、どこも日数がかかります。どうしよう。悩みながらとりあえず近所のスーパーに買い物に向かうと、ふと途中の商店街にあるパソコンスクールが目に留まりました。ダメでもともとと店内に入り、パソコンの指導をしている男性に状況を話したところ、とりあえず見せてくださいとのこと。大急ぎで家に戻り持ち込みます。ああ、これなら交換で治りますね。あさってにはお渡しできます。2日間の入院で修理されたパソコンが戻ってきました。金額は5分の1でした。地元の商店街も捨てたものではありません。東大元暮らしとはまさにこのことですね。